あ、俺は確かデートに。おい、生きてっか。お前大丈夫か。さっきからずっとそこでうなされてたぜ。だよ、気持ち悪いな。俺はバット、別に怪しいもんじゃねえって。お、俺？大変だ、バット兄さん、村に野盗が近づいてる。なんだって？お前は村に戻ってろ。今日は俺が巻く。待て。お前は村に戻ってろ。野党は俺が巻く。おい、お前どこ行くんだよ。場所分かってんのかよ。知ってる。俺はこの出来事を覚えてる。俺は俺を覚えてる。ここは過去。俺はただ突き進むだけだ。覚えてる。俺は野党の頭を倒して村を、母さんの村を救うんだ。始めた時から命は捨てている。その鼓動を永久に止めてやろう。さっさとかかってこい。ゴミども、さっさとかかってきやがれ。
挑むだと？こんな顔見たことないわ。俺は見たことない。そしてその男を尊敬してる。だからバカ呼ばわりしたてめえは許せねえ。俺は自分の好きなやつのために世の中を変える。かかってこいよ。俺は逃げないぜ。戦い
始めた時から命は捨てている。しおりと子供だけの村だぞ。ならみんな殺しにして俺らの伝説にすぎゃ今後の仕事がやりやすくなるってもんだ。けど許しておけぬ。まだ俺にはあの背中は遠い。変わり映えしないね。まだ俺にはあの背中は遠い。人望の先生、お願いします。俺はどんなことだってやる。生きて妹を探し出すまではな。レイ、
をすすっても生き延びる。さらばだ。信じられない。けどやっぱりここは過去なんだ。ユダの護送車だ。何でも若い女をさらって監禁してるって話だぜ。俺行かなきゃ。落ち着けよ。もしかしてお前の女が乗ってたのか。大丈夫だ、高い。野党を追い払っていただきありがとうございます。何もない村ですが、礼をさせてくだされ。こいつ変な組織に女を連れ去られたんだ。だからババアになんざ構ってられねえってさ。お前何言って。それは一刻を争う事態じゃ。バットや組織の場所に心当たりはあるかい。ある。おぼろげだけど、昔剣と霊が向かった方角だ。え？では急ぎなさい。必ず恋人と一緒に戻ってくるんじゃよ。